やっぱ繁華街栄えてるのはいいですね。さすが大阪、天下の男ですね。新生状態とかまだ至ってないから多いね。あ、大阪王将そんなとこにある。よし、まあ、まだ大丈夫やで。よし、じゃあ天下茶屋からとりあえず行きましょう。天下茶屋、あっちかもしれない。あ、乗車されが分かりくるタイプか。なるほどな。で、ここは、あ、そっか。京都河原マーキーまで行けるやつもあるんやな。すごいな。そう考えると。で、こっちの反対側は、天神橋6丁目ですね。あ、一回日本橋で降りるか。ちょっとパーカー去って帰るか。よし、その前ターミナルで来たんだ。結構深いな。どうしような。天国まで行くか。いやー、さすがにいいよな。北千里行くと別料金立ち上がって、あ、そこ半径取るんやから直通やで。両方とも半径や。まあ、これ乗っても、もう、そんな、急いでもあれですし、今日端っこを映さないといけませんからね。重箱の隅を突き続けて、早何年？ここはずーっとあるんだ。めっちゃくちゃ奥、そのまま続いてんだ。何分？ 8 分、8分。あと3分あるか。別に余裕で乗れるな。じゃあ、せっかくやから、こっちに行くか、こっちで。あ、河原町行くんやで、これで行くか。どこか食べるでしょうね。